こ、風子やばいわ。ちょっとさあ、ちょっと一瞬ミュートにする。ちょっとうるさいかもしれんから。はい、オッケー。ちょっとむずいわ。何過去一むずいかも。過去一、過去調べよう。過去を考えよう。むずいな。私と被るとかがもうないんよ。年齢設定も低いし、なんて言うんだろう、無邪気なところを出すシーンはそんなないんだけど、すごいコアな話になっちゃうけど、2017年にさ、一撃屋さんの敏捷期に出た時、あれ妹役だったんだけど、私あの時18歳でさ、18歳だったから、まあキャピキャピしとったやん。いや今も気持ちは変わってないよ、けどやっぱなんか違う。あの頃の、なんて言うんだろう、今も若いんだけど、やっぱ10代ならではのなんかあるじゃない。なんかむずいって。ケンパチさん、さくらんぼありがとうございます。どうも、お腹すいた。うー、お腹すいたわ。こんばんは。どうも。白のワイシャツは、あれは衣装と見せかけて衣装じゃないです。山ちゃんハートありがとう。トリプルハートわかるかな。 1,2,3 ここトリプルハート。たかしのちゃんペンライトありがとう。お、千秋楽行ったんだね。楽しめたかな。よかったよかった、楽しんだんでしょうきっと。そんなわけで、なんだかすっごく難しい。なんか今日違うの、私服、いや私服でもないんですよ。とある衣装があって、まあ、近々出ると思うんですけど、前秋ファスナーとかの服を着てこなかったんで、その分、とりあえず今だけっていう風に来ました。誰の白シャツかは知らない全然私服でも、衣装だったんかな、あれわかんない。楽しめたよ、かっこよかった。おお、それはよかったです。どうも、初訪問の人いらっしゃい、いらっしゃせ。今日はね、顔合わせでね、顔合わせっていう、顔合わせってめっちゃ言いにくいね。顔合わせ。たかしのちゃんピンクのペンライトありがとう。珍しいね、ピンクのペンライト。そうそうそう、で何の話、何の話してたっけ。チルチュンカラーの裁量もどうぞ、ありがとう。
お腹空いて喋れないわ、ダメだ。最後にご飯食べたの17時ぐらい。お腹空いた。グーってなるよそろそろ。あ、そう、顔合わせありがとう、教えてくれて。顔合わせだいたい顔合わせして、あの台本をみんなで読み合わせて、でその日はお疲れ様でしたって、また次の稽古、まあ明日なり明後日なりによろしくお願いしますってなるんだけど、今日はいきなり立ち稽古をしまして、立ち稽古というのは実際にその舞台と同じようなね、バミリ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 はなんて言うんだ、大まかなその美術はこの辺にありますよとか、出る場所はここですよって分かるような、まあシールだのテープだのいろいろ貼ってるんですけど、それをバミリって言いますね。そう、そのバミリもバミリがある状態で、あと演者のその位置とか位置関係とか、こっから出るっていうのを今日頭から最後まで全部決めたんですよ。そんなことってなくて、だいたい初日はもう読み合わせしてだいたい帰るんだけど、今日は初対面の人がいっぱいだったのに立ち稽古をしました。でさ、キャスト今日全員揃ってたわけじゃないんだけど、私の役、風子役が4人いるんだけど、4人中今日は3人来てたのね。で、その3人でさ、まあそのシーンごとに、じゃあ これ今から春組の人、次夏組の人で、秋組の人みたいな感じでコロコロ変えて、同じシーンを何回かやったんだけど、もう何回もやってないんだけど、まあ読み合わせもしてないからさ、対面人とそういう会ってそのセリフ言うのは初めてだったから、もう何やってもしっくりこなくてなんか正解って別にないけど、なんかこれは絶対正解じゃないみたいな、なんかこれは違うそうじゃないっていうのがずっと続いてた。今親指パキって鳴らした。クワドラプルなんて言葉知ってたの？調べたに決まったやん。そんなダブルトリプシングルダブルトリプル、その次は何だろうって。でもそうよく考えたらフィギュアスケートでクワドって言ってんなと思って、クワドラプルのあれですね、略だったのね、クワド。お、着替えたひーちゃんありがとう。着替えてくれて、他にも着替えてくれた人いるよね、ありがとうね。帰る。え、帰るってやって変換で出てこない。帰る。今ねテロップ作成してます。ね、そのよ同じ役を4人で回すっていうことがまあそうそうないからさね。人見知りの挨拶みたいな、もうほぼ誰とも喋ってないよ。やってしまった。風子役のこと
あと去年一緒に舞台出たことはちょっと喋ったけど、もう無理や、あかんわ、ダメだ、どうしよう、みんなどうしてやと思う、どうしたい。ダメだよ。クイーンダブルはいくつでしょう、だってむず、いや分からん、またしてもあのオーラが出たの、出た出た。今日ひどかったと思う、もうそんなつもりはない、いやあったな、あれはもうブワーって、もうすごい、もう稽古場の外まで届いてたかも。こんばんは。なんかね、今日ね、その唐揚げをあのわざわざその人数分ぐらいかな買ってきてくださって、で私は今日稽古場の一番隅っこの一番後ろの端っこで、まあ野菜スティックを食べてたわけですよ。野菜スティックとささみ、野菜スティックとささみ食べてて、そしたらさ、その唐揚げの箱をいろんな人に、これよかったらどうぞどうぞどうぞって配ってて、なんか私のところにも来そうなんだけど、来そうだし、ちょっと私も唐揚げ食べたいなって楽しみに待ってたんだけど、でもめちゃくちゃ来づらそうで、私のところになんか大丈夫、この人この人大丈夫かなみたいな、だいぶなってたと思う。今日はひどかった、反省はしていません。今気分じゃないですか。めっちゃ気を使わせてもしもた、ごめん、めっちゃ食べたかった唐揚げは、唐揚げ買ってきましたって言った時点でもう食べたかったもん、めちゃくちゃ。でまたやってしまったポイント、そのパート2、盛り上がってる中帰る。やってしまった。だってさ、夜遅いから帰りたい。まだね、その時間がね、夕方だったらいいけどね、結構終わってるんだから、帰るの、帰るんだよ私は、もう。いや、まずそもそも盛り上がってる中にも入ってないから、私ダメだ本当に、もう誰よりも早く帰るスタンバイはしてたんだけど、でもなんか盛り上がってるよな、誰も帰んないのか、帰りたいな、うん。そしたらちょっとお姉さん方がそろそろ帰るって言ってくれ、なんか帰るって言ってくれてないわ、それは嘘、帰るっていう雰囲気をちょっと出してくれて、ちょっと出してくれ、帰って帰ろうと思ってるんですけど、いいんじゃないいいんじゃないっつって、でお疲れ様でしたって一番に出た。で目的地まで一緒かなと思ったら、で夜遅いからさ、もうだから一緒に帰ろうと思ったのに、私車だからって、まさかの、だから結局一人で帰りましたよ。まさくんハートありがとう。
新しいハート見つけたから、ほら3つハート、クインタブル、あ5倍って意味だった。トライキさん50、ゆきちゃんありがとうございます。ごめん一人語りしすぎてちょっと喋ってなかった、あコメント見てなかった。飲み会終わりで寝落ち上等です。ちゃんと風呂入って歯磨けよ。野菜ステックとささみってハムちゃんみたいその国はさダイエットしてると思われたんじゃ。そうだね、そうかもね。山ちゃん流れ星ありがとうございます。早く帰る。なんで新しいアバターこうなったのか。ちゃうわ声でかい、今のちゃうわって声めっちゃでかかった、やだ。ちゃうのよ本当はね。あなんか今日はみんなコンビニにバーって行くタイミングがあって、それも私一人でまた行っちゃったの。一人で行ったわけでさ、でもさ初対面の人たちだからさ、みんなどういうもの食べるのか分かんないじゃん。で分かんないから、分かんない中でなんか一人がっつりなんか パスタ大好きだから、パスタとかな麺類系をなんか隅っこで食べてたら、なんかあれかなと思って、みんなあんま食べない人なんかなと思って、とりあえず、まあ、無難なささみと野菜スティックにしたの。あとその前にあのおにぎり食べたからね。んで一人でバーコンビニ行って、んでめっちゃ悩んでたから、で帰り際になんか集団でいたわけさ、コンビニから帰って帰りの、んで見たら3、4人パスタ食べてた。3、4人パスタ食べてた。なら私もパスタ食べたかったパスタ食べたかったしみんなそんなパスタ食べる人だって思わなかったもん。そんなこんなで今とてもお腹空いてるの私聞いて、今日おにぎりさコンビニのだったんだけど、いつもねこうあれでしょ、ピリってやってピッ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 って食べるんだけど、すごくってピッってやったらね、なんか海苔がバリバリバリっつってね、でパッってやったらね、海苔のほとんどがねこっちピッってやった袋にねつくしね、でこっちもボロボロになるしね、もうとんでもないおにぎりだったの今日。山ちゃんブーケありがとう、ブーケキャッチアンドリリースそれはパスタ食べたかったやつ、ささみと野菜スティックにしたのに。そうなんだよ、そうなんですよ、うん、でもいいよ今日一日ぐらい我慢したろうがな。え海苔を破かないように、えそうだよ、海苔 いつも通り、そんなジャジベーとかやってないよ、ただいつも通りやったらなんかもうなんだろう、カバンの中で潰れちゃってたんかな、かわいそうに。まあでもね、まあ、稽古の段稽古だからちゃんと食べてエネルギー摂取して、まあ、やんなきゃいけないのはまあそうなんだけど、役で言ったらそれでも贅沢してる方の食事なんすわプリン買って帰ってます、いいな、今日コンビニでプリン買うか迷ってた。まだまあ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 いいよ、もうふうこちゃん
野菜スティック食べたらもう泣いちゃうよ多分今日はもう食べないで我慢するのもう遅いしね、時間私家にご飯ないしありがたいことに家にお菓子もないのよ。お菓子がないってさ最高よ。家にだって無駄に食べなくて済むから。ほんとあと食べてもなんかああ食べなきゃよかったなること多いよ。お菓子がないイコール誘惑がない。そうなんですよ。そうなの。今冷蔵庫にはヤクルトしかないかも。ヤクルト飲むか砂糖。お菓子の禁断症状出ないね。お菓子は本当食べない。カフェラテさえあればチョコレートも全然なくても大丈夫。お菓子食べたい、お酒飲みたいとかはねないね。ない。だからもういいの、今日はもう寝るの。みんなも寝てね、ちゃんと。お腹すいたね。いいな、プリン食べたいな。プリン食べたい。歩いて3分の場所にドンキホーテあるからすごいね。それ食べ物なくなったらすぐ行く。わあ、何でもあるじゃん。お菓子めっちゃあんじゃん。ご飯よりお菓子いっぱいあるじゃん。お酒もいっぱいあるじゃんご飯作れたら作ってでも食べようとしてた。いやーもうね、もう立ってられない立ってられないんだ今。だからもういいの、諦めた私は。うん、もう寝る。お酒は何年も飲んでないです。マジ？あ、そうなの？こんばんは。お、だらだら喋っとったらもう52分や。とりあえず24時までにしますね。空腹で寝れないとかない？ありそう。うわ、ありそう。うわー。ヤクルト飲んで寝よう。お、なんか見ない人からハートが来た。ジークシュンダ、なんて読むこれ、すっごいむずい。お魚さんハートありがとう。みなちの顔を見ながらお酒飲むの日課。え、めっちゃいいじゃん、楽しそう。いいっすね。まあほどほどにしなよ。果たしてヤクルトでお腹が満たされるのか。あ、大丈夫、カフェラテで半日生きてる、全然生きていける人だから大丈夫。あと卵焼きじゃない、目玉焼きか、目玉焼きで夕方まで過ごせるから大丈夫。大丈夫。もう、え、でもさ、こんだけお腹空いてんのにさ、今からさ何時間寝るか分かんないけどさ、あの
恐ろしいよね。今から6時間くらいはさ確実に食べないわけじゃん。怖っ怖っ。胃袋コスパいいな。だってめっちゃ面白い、便利なお腹や。そう、食べようと思えば食べれるんだけど、食べなくてもいいなら別にいいけど、今お腹空いてる。誰かこのどうしたらいい、空腹を紛らわす、ガムでも噛むか小食になりたい。うん、うん、水を飲んで空腹を満たすべし、それだ。そうしよう、水だ、飲み物だよ、やっぱヤクルトだよあと炭酸、禁断の深夜ラーメン絶対うまいよ。それは絶対おいしい。ラーメンとかおいしいに決まってるやん。わーわー、ナシアバターじゃなく、間違えた、カエルアバターいっぱいだわ今。あのコメント表示してんだけど、それ越しにさ緑がいっぱい揺れてんのよかわいい。私に似てきたな顔それ。そりゃ似てるに決まってるか、私が私描いたんだもんね。二度目の訪問してくれた人の名前、食べ物じゃん。お揚げさん、お揚げめっちゃ食べたい。わあ、わあ、起きなさい。はい、起きます。いい名前、確かに。今の NMB メンバーの中には深夜に今からラーメンって子がいるよ。あ、でもよくやったよ、あの深夜ラーメンメンバーと。タコ、タコはええで、タコはええよ。タコでも食っとけじゃないのよ、そのタコ返すわ。おりゃおりゃ、空腹で視力も落ちてきたのね。そうだね、あざちくん、あ、どうもありがとうございます。タコ一応いただきますけど、タコは食わねえこんばんは。タコがダメならイカはいかが、もういいツッコミすらも思い浮かばない、もうキレも悪い、最悪だわし優しくしって言ってるけど、あの悪く言えば黙っとらえやからなうさうさ黙んないで頼むよ、ちゃんとしょうもなくてもいいから、いかがとかでも、いかはいかがとかでもいいから頼むよ、コメントしてよタコスなら食べれる？食べれる。タコスは食べれるよ。玉ねぎちゃん、アイスありがとう。わー、アイス。うん。300回目の訪問、シロさんありがとう。さ、そろそろ順位を読もうと思います。ナチョス。多分好き、ナチョス。タコライス食べたい。
きます。13位、かーくん。12位、ひでさん。11位、だーがーさん。10位、たかしーのちゃん。9位、くにやんさん。8位、ざっちくん。7位、こらこらさん。6位、ひかるくん。5位、ひーちゃん。3位、ラブにゃん。2位がやまちゃん。1位がまさくんでした。ありがとうございました。パチパチパチ、 Thank you。 すごい、カエルアバターがいっぱいだわ。ありがとう。オタコップ知らない、なんだそれ。では皆様おやすみなさい。そうにどうろ。みんなもね、ちゃんと寝るんだぞ。そしていい日曜日をお過ごしください。バイバーイ。来たばっかり、また明日会おうね。うん、バイバーイ。